エニワ発祥の総裁業メモルルホールディングスこの15年で売り上げは3倍にきっかけとなったのが2007年に始めた家族葬のウィズハウスだ当時はまだあの北海道、まあ、札幌も含めてですけども、まあ、家族葬というその言葉があまりその市民の方々に。 定着していなかった当然業界の中でもその家族葬に特化したホール展開というのはまあ誰も考えていなかったんですよね葬儀会社が提供するサービスと個人の家族たちが求めるサービスにギャップがあると考えていた村本社長当時関西に視察に行って家族葬を目の当たりに大勢が参列するのとは異なる新たな葬儀の姿に 将来性を強く感じた個人とご家族の方が一緒に過ごして、本当に心置きなく、えー、向き合える時間を過ごす、その場所を提供することに対して、お代金をいただくというふうに、変えたとしても、お客様は納得いただけるんじゃないかなというふうに、まあ、自分の中で一つ確信があったのでしかし、父親の先代社長は反対。 簡素な祭壇で飾る花の種類も少ない家族葬は通常の葬儀よりも売り上げが少なくなるためだそれでも家族が求めているのは立派な祭壇ではなく個人への感謝の気持ちをどう表すかだという信念は揺るがずある意味押し通した形で事業を進めたということですね。 ウィズハウスの施設数はスタートの2007年は2箇所だけだったが近しい人だけで個人をしのぶことができる点や一般的な葬儀よりも費用が少ないことから支持を広げた今では全土を14か所で展開する会社の売上高もウィズハウスの効果で当初の11億円から34億円にそのウィズハウス なぜ指示されているのか施設を案内してもらった。こちらが、えー、ウィズハウステインのメインホールでございます。これが葬儀場？一面真っ白な空間が目の前に。でなかなかこうお葬式場ってこう暗い落ち着いたイメージの色味の式場っていうのが多い中なんですけれども、このウィズハウスっていうのは、えー、基本的に明るい色を基調として、まあ。 お葬式の悲しい場面であっても、少しでも明るく亡くなられた方をお見送りしていただけるようにということで、この式場に関しましては、もう真っ白で作らせていただいてます。見学会で、実際に施設を見た方に印象を聞いてみると。外から見た感感じじと中の感じはやっぱりだいいぶ違いますね。見送ってもらえれば素晴らしいなと思ってね、お葬式の会場みたいな感じじゃないね。 どっちかっ,て言ったらブライダルみたいなね、<laughs> そういう華やかな。こだわりはホール以外にも、前節に、えー、ご家族の方が自由に使える台所がついてます。葬儀で集まった人たちが料理をしコミュニケーションを図れるようにとすべての施設に設置している。こうしたハード面でのこだわりに加え。 サービスでこだわっているのがサプライズだ例えばこちらですとカメラなんですけど写真撮るのが好きだった方にこちらをお渡ししていますで、どうしても本物はお入れすることができないのでなるべくあの本物に近いような形でペーパークラフトだったり紙粘土を使ってこういったものをご用意しております個人にゆかりのものを用意するなど 1> 1つつのの葬儀で3つ以上のサプライズをを提案する今回はこれを作ろうかこれ作ろなと生前、相撲好きだったという個人にちなんで、ペーパークラフトを作ることにした。アアイデア考えるのが一番 大変ですかね。決まってしまえば、はい。もうあとは喜んでもらえるだろうっていうのを想像しながら作るだけなのでこうしたサービスを手掛けるスタッフはすべて分業制一件の葬儀に何人ものスタッフが関わっている現在は申し込みや相談の電話を一元で受け付けるコールセンター。 内覧会などのイベントや営業活動を行う担当各斎場で直接相談を受け付けるコンシェルジュ個人のお迎えや搬送を行う搬送部遺族と葬儀の打ち合わせを行うプランナーこの他に葬儀の運営を担当するディレクターやアフターサポートの専属担当者も。 中にはこんな人もウィズハウスのサイトが一番に上がるように、えー、検索、まあ、SEO って呼ばれる検索対策をしたりですとか。もともとは、そういう IT 業界出身とかはい、えっと、そうですね、そのデザイン畑というか、そういうところにいたんですが、まあ、縁あってこの分業制。 サービスを充実させるために7年前から徐々に進めてきた働き方改革によって実現した以前は一件の葬儀に関わる業務全てにスタッフ一人だけで対応休みは取れず残業は当たり前ブラック企業のような環境だったというそのお客様が始まってから終わるまでっていうのは。 例えばシフトがあろうがなかろうが休みが入ってようがその方が終わるまではもう休みはなくずっとその方と一緒なので3 4回ででしたね。<laughs> 月に3 4回です。はい、長らくこういう商売だから仕方ないよね分かってくれるよねみたいな形でずっと続いてきたんですよね。まあ、それは昔はまだ許せた時代かもしれませんけども今はやっぱりそれが許されない時代ですし。 それが実際にその離職率という形で現れてくるわけですよ、ね、働き方改革の効果で20%に上っていた離職率は5%にまで低下常に人が辞め補充を繰り返すという負の連鎖を断ち切ったシステム投資や社員の基本給アップなど大きな支出も伴ったが働きやすさは飛躍的に向上 顧客サービスの充実につながった以前はあの事前のご相談となると、まあ、どうしてもお葬式の担当を持っている意味とするとです、ね、こう突然こういらっしゃるご相談とかっていうのは、どうしてもです、ね、受けきれない、今はもう一人一人のお客様、来ていただいた方々に対して、もうお時間を取ることができるので、そこに関しては、非常ににモチベーションになっています変化を重ねてきたメモルホールディングス。 次の一手として力を入れているのが、バスを使った旅装だ。着装のきっかけは高齢化。運転免許を返納する人が増え、特に地方では葬儀への参列すら難しくなる人が増えるのではと考えた。逆転の発想で、それであれば個人とご家族の方が まあ生前いろいろな形でお付き合いのあったご縁のあった方々の場所を巡ってご挨拶に回るというようなお別れのスタイルがあってもいいのかなというところからまあ妄想から始まってるんですよね旅葬は去年8月から開始これまでに10件ほどの利用があった費用は日帰りプランが96万円1泊2日のプランが146万円 最後の家族旅行といった使い方でも利用されている先立たれたお父さんと出会った場所、その場所にみんなで行ってみたいとで、どういった場所で出会って、私たち家族が今あるのかということを確認したいんだというような思いで、えー、バスをご利用いいいたただ方もいます前例のない取り組みということで、行政の審査には1年以上かかった。 加えててバスの導入と回送に4500万円を投じたたそうまでして成し成遂げた理由ここにも提供するサービスを顧客が求めるサービスに近づけたいという思いが込められている実際にお客様に聞かせていただく内容を確認するとですね、まあ、間違いなく。えー ご満足いただいているサービスだなというふうに思ってますしこういったスタイルが葬儀のすべてには置き換わらないと思うんですが、まあ、ある程度の割合、まあ、具体的には1割ないし2割ぐらいの方は利用していただけるんじゃないかなというふうに思ってます家族葬に並ぶ新たな事業の柱へと成長させたいとする今年度は80件の実施が目標でまずは知ってもらうことが大事と。 無料のバスツアーを毎月行っているではここでコメンテーターを紹介します北海道大学の平本先生ですよろしくお願いします,ししますそして札幌信用高校校長の赤石さんですよろしくお願いします,ししますさあ新たな視点での葬儀業の取り組みということでしたが、えーはい、実はこんな別の取り組みもメモルホールディングスでは行っていますご覧ください あの納骨堂ですこちらうん、うん、で注目していただくと中に入りますとこの空間の奥の方に皆さんの遺骨があるんですがこうしてカードをタッチすると、うん、亡くくなった方のお顔が出てくると、うん、でここでお線香をあげたりちょっとお話をしたりしてくださいねというスタイルで非常にあの 今時って言うんでしょうかねデジタルも駆使して好調だそうですお墓はいらないお墓はいらない納骨堂ですもんね,ねもうここで常にこう供与することができるお前りすることができるそうですかいう取り組みをしていたりですとか,すか、はい、今回旅葬という新しい取り組み紹介しましたが今後はですねさらに仮想空間での葬儀というのを 検討しているそうです。仮想空間での騒意が始まりそうです。<laughs> うん、想像がちょっとまだ全然できないですけど。ど,どういうことですか？仮想空間、うん、今はメタバースかなんかでやるんですかね？ねただオンライン参加は結構今でもなんかあ,、うん、ありそうな気がしますけどね。そうですね。うん、こうタブレットを座らせるような感じですかね。<laughs> タブレット <laughs> ど。どうでしょうこのあたり。 でもね、オンラインもそうですさっきあの旅装のそもそもの,、はい、あのきっかけがこうなかなか皆さんいらっしゃれないので、うん、そちらに出向くっていうのはすごく今時な感じしません冠婚葬祭っていうのはある種儀式なので、はい、ものすごく保守的っていうんでしょうかね。でそのギャップ のところ、まあ、いわば業界の常識って言ったらいいのかな、はい、それを疑ってみて、うん、お客さんのニーズは別のところにシフトしているんだっていうところに目をつけられるところが優れてらっしゃるのかなと思うんですねやっぱりその常識を疑う、はい、で業界にとって当たり前のことを一回ちょっとリセットして考え直すことであ今お客さんのニーズは別のところにあったんだって気づ,気づけたっていうところに、うん 北海道でいち早く家族葬っていうところに着目した、うん、あのポイントがあるのかなと思いました。なるほど。若さはこの後いろいろ企業のコンサルもされてますけれども。うん、常識を疑う,ってのはう。アンラーンっていう、ねうん。アンラーンです、ね。うん、はい、あの、今の、おっしゃった通り、生活のスタイルとか、価値観が本当に多様化。してるので、うん、まあ、昔ながらのお葬式や、お墓。やりたいという方もいらっしゃると思うんですよね。うん、それはあった上で、そうじゃない選択肢が増えるっていうのは。うん なんかこういうセレモニーのあり方体験のあり方を考えるきっかけになりそうだと思い、うん、この企業今後10年以内に100億円企業を目指すとそうしたギャップを埋めていけば達成もできるんでしょうかねそ、うんね、うかもしれませんね、うん、さあ今日の一言はいお願いします業界の常識を疑い新たな顧客ニーズをつかめ、うん、いかがでしょうか嬉し もうそのまま先生のおっしゃったことを言っただけなんですけどでもすやっぱそういうとこ大事ですねこれからねメタバースの時代も来るのかもしれないですね。はいはい